昨年6月にプリンストン大学の学生たちと東大の学生たちが行った、東京で行ったプログラムについてちょっと紹介します。その後やはり2人の学生が来ていますので、その後学生たちの率直な感想、そしてこの今回の地図、このムンさんが作っていただいたスライドは文字中心だけですので、写真はないんですが、この受付でお配りしたパンフありますので、もっと綺麗な写真などありますので、じゃあまずはこの、プログラムのタイトルは Tokyo Representation and Reality です。まあ、東京という都市をテーマにするプログラムだった。それまずそのこの発表の順序ですが、まずそのプログラムの概要、その後その経緯について説明しまして、そしてその教育の内容を簡単に紹介して、その成果と課題、課題はたくさんありますけど、いつか説明します。そして最後にその中高生たちのメッセージにしたいと思います。まずは、先ほどのように TRR という略して東京、表現と現実というテーマにしているんですが、ちょっと説明しますと、これは私が勝手に考えたテーマだったんですが、私どちらか何かというと、東京が好きです。で、この大都市が好き、ニューヨークも好き。ロンドンに行けばロンドンが好きだと思います。ですから、ですからもう一つは、私どっちで大都市が好きかというと、大都市は非常に分かりにくいところです。たくさんの人が住んでて、それぞれの個人が自分の人生を行ってて、商売もやったり、いろんな仕事してて、そしてその都市が成り立っている。そしてそこに入ると非常に分かりにくい、全体像が見えない。それで、その全体像をどういうふうに見るかということを、それは私が考えてテーマだったんですが、でも結果としては、多分受講生たちの方からもうちょっと、東京という具体的な都市だから、その哲学的な問題ではなく、具体的な都市はどうなっている、とは、もちろんそのアメリカから来た学生たちは、その日本はどうなっているかということになりましたが、でも投資というテーマだった。結果、主に1年2年生を対象にしたので、これは専門科目ではない。東大ではその教養教育の一部として考えているので、文系理系も含まれています。これは先ほどの ANU とのプログラム等の共通のところがあると思います。そして講義もあれば、フィールドワークもありました。そして学生たちに、その4週間もありましたの研究課題が、学生たち自分で考えて、グループで、または個人で研究課題も行いました。そしてこの実施する背景には、一つは、もともと東京大学とプリンストン大学の間にその戦略的なパートナーシップ協定があります。もう一つは、その東大はその文科省から、政府からそのスーパーグローバル大学創生支援事業という事業がありまして、その、ある程度の予算が確保できた。もう一つはここに書いてないんですが、どうして私が担当することになったかというと、私その、主にこの教養学部で1年生2年生向けの語学のプログラムをいろいろ運営しているんですが、それとは別に、その同じように国際研修と同じように、2015年から始まった少年時ゼミナール理科という新しいプログラムがあったんですが、そのちょうど2014年に東大で、その翌年に少年時ゼミナールを新しい始めることになりましたので、その海外の大学、どういう1年生のゼミナールをどういうふうにやっているかということを知りたくて、そしてプリンストン大学、もう何十年もフレッシュマンセミナーズというものがありまして、それを見ようと思って2014年に見に行ったんです。そして私とそのプリンストン大の先生とのつながりができて、じゃあ何か一緒に学生たちが交流できるプログラムをしましょうというふうになりましたので、このコースを始めたんです。じゃあ続きます。そしてこの、特徴としては、そのやはり、英語でその授業を行うんですが、この東京の中で行いますので、先ほどの、その ANU のプログラムと同じように、その特に日本人は、東大生がその
国の財政に何かいろいろ説明する必要がありますので、日本語を媒介することもありました。結果としてプリンストンから来た学生たちは2人が日本語が、まあ、できましたので、それも助かったと思います。でも授業講義などは全部英語で行いました。そしてフィールドワークもたくさんありました。そして大学院生 TA も多数寄与しました。そしてこれも国際正式な授業となりましたので、単位の取得もありました。そしてその、まあ、そこでプリンストン大といろんなやり取りがありました。私たち最初に考えたのは、東大生は東大で単位を取る。プリンストン大生、じゃあプリンストンで単位を取ってくださいと頼もうとしたんですが、プリンストン側はなかなか協力してくれなくて、これ東大の授業ですから東大で単位出してください。そしていろんな難しい調整があったんです。結果としてはそのプリンストン大の学生たち正式的に東大に入学を申請して、それを受け取って東大生になって、その4週間だけで、そして東大から単位を出して、そのトランスクリプトプリンストン側の方にいて、そのプリンストン側の方でプリンストンの単位として認めたというプロセスがありました。ですからこれは最初は両方の大学の授業にするつもりだったけど、それは結果として東大だけの授業となりました。そしてその、まあ、準備のスケジュールはこれは2015年からまあ、その前の年から一応連絡があったんですが、そのプリンストン側との交渉が始まって、そしてそのいつ秋頃からそのプログラム、そのテーマ、授業のテーマを決めて、私プリンストンに一回行って、その先生方に、まあ、その留学担当の人たちに紹介して、いろいろ話し合って、そして予算も確保して、そして冬にももう一回行って、そのプリンストン大生にガイデンスをやりました。まあ、説明会をして、多分もし私がその2月に行かなかったら、プリンストン大生はこの方じゃないかと思う。というのはプリンストン大生はたくさんの留学などの、またインターンシップの機会ありますので、直接その担当の教員に会うチャンスがなければ、多分他のところに行ってしまったじゃないかと思います。ですからそれはまあ、幸いにその2年間にわたって大学から予算が取れて、私その渡航費が確保できました。大変だったときははっきり言ってそもう一つ、実はこのプログラムに一番重要なこと、ここに今立っているモンキョンナミさんがこの1年間、昨年の4月から、そして今月の末までに助教として採用して、彼はそのプログラムの運営に大々的に貢献していただきました。残念ながら4月から他の大学の専任教員になりますので、その大学は大きく発展することになると確信しています、はい。そして、まあ、ムンさんが4月1日に着任して、すごく早いの準備をして、そのプログラムの詳細を確定したりとか、住居とか奨学金とか本当に大変だった。でも非常にできましたので、6月に学生たちが来た時に、まあ、無事に実施できました。それ終わってから、まあ、成績をつけたりとか報告書などを、まあ、このシンポジウムも実施しています。そして、まあ、この内容はどうなっているかというと、まあ、このパンフには詳しく説明されていますが、簡単に説明しますと、まあ、ちょうど1ヶ月間梅雨の時期だったんですが、雨はそんなに降らなかったので、まあ、天気は良かったと思います。そしてその講義していただいた教員は11名、私の方からいろんな専門の東大の先生方にお願いして、この1人1回ずつ講義してもらいました。そして学外から2人、もうプリンストン大で教えている先生1人と、東京でファッションデザインをしているオルガさんという方にも講義をお願いしました。学生の数は結果としては7名だけになりました。これが主に学歴の問題だったと思うんですが、この
2015年から東京大学はその学位歴が変わりまして、6月7月はあの S2 ターンというターンとなりまして、最初の予定としてはその2ヶ月には必修の授業はあまり入れなくて、学生たちは比較的に自由に、まあ、国際研修などに参加できる予定だったんですが、でも結果としてはその実は特に1年2年生は必修の授業がたくさん入りまして、学生あの自由に6月いっぱいあのそのプログラムに参加できる学生は非常に少なかったんです。ですもしまたやりましたら多分8月にずれる、8月はあの外学海外の大学もできると思います。そして大学院 TA はあの6名でした。そしてまあその講義、あの正式的な教室で行ったあの講義はあの9回があって、フィールドワークはまあまあ合計9回ありました。いろんな東京近辺でいろんなところに行きました。あのそして何回か私またモンさんまたは2人でそのあの学生たちとのディスカッションを行いました。あの学生によるプレゼンテーション、その個人的なあの課題の発表、またはあのそのグループで行ったあのテーマについて発表もありました。講義のテーマ、まあこれ結果と東京また都市がテーマと言ってるんですが、その英語で講義していただく教員を、まあ、確保する必要があったんですが、と、まあ、非常に広いあの分野のになりました。あの、まあ、哲学、ファッション、生態学、クエアスタディーズ、歴史学などの講義を受けました。実は非常に面白かったんです。あの特に、まあ、これは私の個人的なことですが、私ファッションについて全く分からない人ですが、あのそのプリンストン大から来るあの2人か3人ぐらいの女性学生たちがあの、まあ、事前のアンケートで東京で何を勉強したいかというか、何に興味があるか、まあ、日本のファッションに興味があるということで、ですから、まあ、その一人の高校の教員がその専門の人がもういて、で日本のファッションを専門とする研究者もいて、あとはいくつのつながりで、あのそのあのやはりファッションデザイナーとか、あの三越デパートにもツアーを受けましたので、あのいろいろなことをあの学びました。私あの多分東京大学の仕事で渋谷のパルコに行ってそこに出展している前衛的なファッションデザイナーに会うことはもう想像してなかったけど、2回も行きました。とてもあの刺激的でした。そしてここにあるようなフィールドワークはいろんなあの東京の近辺でいろんなところに行きました。楽しい、それも楽しかった。そしてまあそのまあ成績もつきましたので、そのグループ課題とか、まあ、個人的な課題についてしました。そしてそのグループの課題はここで書いてるんですが、その最初 その学生たちを3つのグループに分けて、この3つのテーマであの発表しまして、それで個人的な 学生はこういうさまざまなテーマであの発表とリポートを書いていただきました。多分私が最初に東京 Representation and Reality というタイトルであの授業あの運営することになりました。こういう、まあ、一番私が想像していたテーマはこういう渋谷交差点の欧米における表彰とあの東京で経験したあの現実の差異というようなテーマだったと思います。ですが、まあ、ハチ公交差点が海外のメディアなどではよく紹介されているんですが、このアメリカ人が初めてそこに見に行って実際に経験していることとの差異はどうなっているか、でも他のテーマもなかなか面白かったので、あの私もあの学ぶことが多かった学生たちの方から。そしてあのその学生たちの生活はあの先ほどの ANU ほどの何ていうか密集したか密接した経験はなかったんですが、東大生はあの自宅から通学します。プリンストン大学生同じ代々木オリンピックセンターで宿泊しました。2人部屋でしたっけ、覚えてますか、ちょっと2人か3人部屋だと。そしてその講義はあの基本的に朝にあって、フィールドワークはその午後にありました。自由に時間はもうかなりあったんですが、でも最近あのかなりタイトなスケジュールだった。じゃあ一番最後にその課題に進みます。
先ほど矢口先生などがおっしゃった課題はその学習履歴の違いなども、共通しているところがあるんですが、もう私初めてこういう国際交流のプログラムに担当することになりましたので、私特に感じた問題はその相手の大学とのコミュニケーション。一つはその私ここの東大で教授となっている教員です。ですが基本的には教員ですが、こういうプログラムを運営しています。プリンストン側の方ではそういう国際交流専門の職員が多数いて、私その職員の方々とコンタクトを取っています。ですから例えば私の方は教員ですので成績も決めることができるし、その授業も担当できる。プリンストン側の方ではその授業を担当することができない。ですからその意味で成績またどこの大学から出向するなるという交渉でちょっと立場が違っていたので、コミュニケーションの問題もありました。そして、学術履歴の問題について先ほど話しました。またはその学内の教員の確保1回目でしたので、私頼んでた先生があって全員がはい喜んで講義やります。でももし今年もう一回やるとしたら、多分その中で何人かちょっと忙しくなりましたので3年目になったら別の人探す必要があるじゃないかと思います。その東京大学の中で学内でこういう講義などやるときに謝礼などは払いませんので、みんなボランティアでやらなくちゃならない。また宿泊とかいろいろありましたけど、多分一番大きい問題は学術履歴と予算、でも予算はいつでもあると思います。ということで、私の話はこれで終わりたいと思います。まずはその東大から参加した鈴木啓太さんという夫婦さんをお願いします。どうぞ。ありがとうございます。理科1類2年の鈴木啓太です。次の3年生からは都市工学科というところに行くことにしています。で、手短に、僕が、感じた、ことを、個人的な視点ではありますが簡潔に、紹介させてもらいます。で、この虹色の帯がかかったパンフレットの、8ページに、都市を知るとはどういうことかっていうのが始まって、次のページに10ページに東京の歴史に触れるというところがあって、これで江戸東京ミュージアムに行った際に僕が一番この4週間で印象的なことが起きて、やっぱり東京大空襲の展示があって、そこでアメリカ人と僕ら日本人が原爆に対してどう感じているかっていうのを議論したことが一番印象的でした。仲が良くなったから話せたということで、それから僕が日本人が一人、このゆうゆうさんはマレーシアからの留学生なので日本人がもう僕しかいなくて、で周りが全部英語っていうことで、僕が日本について全部を体現しなきゃいけないということで、結構家帰ってちょくちょく頑張って調べたりしてたんですけど、なんかそれもあって結構自分の意見を求められることが多くて、その代わり自分の意見が彼らにとって日本のイメージになっちゃうという結構危険性があって、そこのところ結構大変でした。で、それから街を歩いている時に、外国人が歩いているとやっぱ日本人は結構こう目がちょっとこう外国人だという目になると思うんですけど、東京を歩く外国人の組ということでまず奇妙に見られるし、なんでその中に日本人が一人だけいるんだっていう、なんかそういう視線も感じましたし、なんか日本人が外国人を見る目が分かったような気がします。で、それが分かったのは僕が日本人たった一人で、今までアメリカとかニューヨークの国際連合とかに行ったことがあったんですが、その時は日本人が少なくとも7人とか10人とかいて、でそれに対して講義が行われるので当然、英語も、容赦してくれるというか、しっかりこう理解させるように喋ってくれるんですけど、日本人一人ってなってて、なんだアメリカに数週間行ってたことがあったので少し日常会話ができるくらいだと、アメリカの大学生は結構容赦してくれなくてものすごい勢いで話が進んでいってみたいな感じで、で一人しかいないので、フィールドワークが終わった後にお台場行きたいからちょっとついてきてみたいな感じで僕も行くみたいな、結構そういう生活があったので、一緒に住んではいなかったんですが、たくさんの時間を過ごせたという意味では、
かなり、海外の様子を知れたと思います。で、日本、アメリカの人たちがやっぱ日本に来て、一番こう、あ、そうなんだって、海外の人たちのこう認識を感じるのは街を歩いている時です。あの信号はなんで横なのとか、横断歩道これなんでこのこんな感じなのとか、そういうふうに街を歩いててこれはこれはこれはって聞かれるので、その時にやっぱり日本にいてこうやって研修する意味があるんだろうなというふうに思っていました。で、僕が他にも影響を受けたのは TA の方々です。もちろんイギリスから来ていた英語圏の人もいますし、ブラジルから来ていた方もいますし、中国から来ていた方もいますし、それからムーン先生は韓国出身ですし、その中でやっぱり東京について話すとこういろんな人がいろんな認識を持っているんだなと思って、で、先ほども言いましたけど、日本人がたった一人ということで、ああ自分は国を代表しなきゃいけないんだなと、大使のようにそのなんだろう、大使館の大使みたいにこう全部知って全部喋らなきゃいけないんだなっていうのがあって、で、日本でこうそういう機会を得られたことは良かったんですが、一番思ったことはこう国際人になるって言っても、まあ、日本を知ってなきゃダメだってことに気づいて、知日派じゃないですけど、日本をしっかり知って国際人になることが必要だなと思いました。4週間が終わって、で、プリンストンの学生が来てくれて、その後今年の2月にプリンストンに遊びに行かせてもらって、学生に全部案内してもらって、その時はもうその人が入ってるサークルに行って、その人が取ってる授業に一緒に出て、その人と一緒に寝て、その人と一緒に起きて、その人と一緒にご飯を食べてという感じで、その逆のことをやってもらって、その時になんかこう、まあ、反省じゃないですけど、あ、俺もこう自分の家に例えば連れてくるとか、自分がよく行く店に連れて行くとか、なんかまあ、そういうことをやるべきだったなというふうに思いました。で、本当に、先生方2人もよくしてくれて、とても仲良くなったので、失礼かもしれないですが、僕から生徒から言いたいことは、東大はGo Globalというサイトがあって、インターンシップとか海外のインターンシップとか海外の留学とか全部まとめられているサイトがあるんですけど、それとこういう単位が出る授業の海外研修っていうのは全くサイトが別です。で、Go Globalは調べて Google で出てくるんですけど、海外研修っていうのは自分のアカウントにログインしてシラバスを見るとやっと見れるんです。で、しかもシラバスを見て、学期の始めにしかないし、登録するのもたった2週間とかしかないっていう感じで、その Go Globalを見る人もこういう海外研修に参加したい人も目的は一緒だと思うんですよね。周りを見てる感じ、こう海外の人の価値観を共有したいとか、自分が海外に出てどれぐらいこうアピールできるかとか、そういうふうに目的が一緒なのにサイトが違って、全くこう全くもう一回なんか別のことを探さなきゃいけないっていうのは、僕はすごい障害に思ってます。で、あれできれば単位が出るやつも出ないやつも別に単位が出るから取るとかあんま学生ないと思うので、こう一括して調べられるとか、それからあとどちらのサイトも例えばシラバスに去年参加した学生の感想を載せるとか、そういうふうにしてもらうと、参加する学生としてはとてもありがたいと思っていますので、もし、失礼かもしれないですが改善していただければありがたく思います。はい、で、僕からは以上です。東京大学理科一類2年のポアユーユです。私は去年のこのコースを取る前に、東京はただの都市で、世界のどの国の都市もこんな感じでビルがたくさん立ち並んでいるだけだから、わざわざ3000円を払わなくても、わざわざ3000円払って東京スカイツリーを登らなくても東京を知り尽くしていると思っていました。で、このコースを取ってこの考え方が変わりました。で、まずは講義によって東京という都市は、例えば、ストリートファッションからデザイナーファッションのようなファッションの構成要素もありますし、江戸からの歴史から東京、今の東京が形作られていると、分かり始めました。でもこれもまだ形からの、東京に対する認識で、プリンストンの学生とのグループワークを通して本当に東京を探り、東京の中から知ることを試み始めました。
で、最初の授業で先生にある住宅街に飛ばされました。でその住宅街で何をすればいいか分からなくて、駅係員に聞いたところ、駅係員がその地域に住んでないから分かりませんと答えました。でプリンストンの学生はこれがおかしいのではないかと指摘しました。確かに考えてみればおかしいんですけど、私自身も東京に今で3年間暮らしていて、自分が住んでいる地域についてよく知っているかというとそんなに知っていないので、それに何の問題がないと思っていまして、でこのプリンストンの学生の指摘から、東京を構成しているのはファッションやビルとかも あるけど、その本当に東京を作っているのがそこに住んでいる人、その人々の間のつながりと、人々と町とのつながりだと分かりました。で東京に、1週間半ぐらい、いろいろ見てきて、自分が一番印象に残ったことについてグループワークを、やりました。で私たちは大学生なので、28ページにグループワークのテーマがあって、ほとんど大学生かジェンダーについてのグループワークを取り上げました。で私の、このプリンストンの学生と一緒に私のグループは、大学生の間の人間関係、そして東大では女子学生が少ないので、東大女子が、大学のキャンパス内に居場所がないと感じることがあるのかについて取り上げました。で、私は自分も留学生ではあるんですけど、他の国の大学に通ったことがないので、日頃では、教室で、たくさんの日本人の中で、東京と母国がどのように違うのかたくさん聞かれるんですけど、プリンストン大学の学生、とのグループワークを通して、実は自分もすっかりと東京の住民、東京の大学生になりかけていると分かりました。私の感想をまとめると、このコースを通して東京の土地のことをより近く感じることができましたし、私自身も、より東京と近く感じることができて、自分がこの、東京に留学に来て甲斐があったなと思っていました。以上です。ありがとうございました。じゃあゆうゆうさん、キータさん、どうもありがとうございました。特に鈴木さんが指摘してくれた、その大学のウェブサイトが全然統一されてないとか改良できるところは本当にありがとうございました。すぐできると思いませんがけど少しずつ進んでまいりたいと思います。まあ、最後に私の方から最後の感想ですが、やはり私が初めてこういう国際交流のプログラムに参加して、また担当しただったんですが、まあ、いろんなところ大変、準備も大変だったし、いろんなこと、学内の調整とか海外の大学とのやり取りはいろんな難しい面があったんですが、でも振り返ると本当に楽しかったです。本当に それは本当にムンさんと学生たちの会議だったと思うんですが、私もこういうもうそろそろ還暦 の教員から見ると自分が若くなったという感覚もあります。じゃあありがとうございました。はい、以上です。